常にありがとうございます。本日は当山高祖日蓮大菩薩本営式を常泉寺殉教として大本寺常泉寺ご公職名前一人承認に一座報酬を賜りました。誠にありがとうございます。また長い奥様、こういう新型コロナウイルスの中お出ましをいただきまして誠にありがとうございます。数座のお経の中におかれましては常泉寺の深沢義雄氏、そして本日随行氏の村田信仰氏、ご出座を賜りまして誠にありがとうございます。そして、随伴参詣といたしまして常泉寺第5ブロックのご信者の皆様、本当に縁のはるばる、また、新型ウイルスの中、その間を縫ってご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。また、上の各寺院のご信者の皆様、ご参加いただきまして、ありがとうございます。そして、今回のお屋敷は、第3波の到来ということで、当初いろいろなことを予定していたことを急遽変更をさせていただきまして、現在のこの座の状態になっております。ご奉公者一同もいろいろと、協議を重ねてですね、今日のこの形態になりました。いろいろな面で、ご不便をおかけしいたしましたこと、お詫びを申し上げます。当初常泉寺様の方からの参詣も20名を超えるお参詣を予定されておりましたけども、あいにくこの3波の到来でですね、お参詣が、減ってしまいましたけども、より安全にこの感染症に、かからない、うつらさないと、こういうようなことでですね、それぞれ努力をいただきまして本当にありがたく随行させていただいてございます。というわけで現在はこの新型コロナウイルスということに日本国中のみならず全世界中が脅かされ震撼としておりますけれども、そういう中でお祖師様のご降誕800年のご奉公をこの当本門物流集を挙げて推進をしているわけでございますが、顕彰寺の取り組みについては今日本日これからご訪問賜ります、お同士のご訪問のしおりの端末にですね、顕彰寺の取り組みを載させていただいております。また合わせまして今日は顕彰寺みんなの声という、パンフレットをお参詣の皆さんに、お配りしてございます。詳しくはそちらの方をご参照いただければ、顕彰寺の取り組み、等については、ご理解いただけるかと思いますので、まあ、今日この席での言及は、割愛をさせていただきます。ただ今一度この顕彰寺のことについて概略申し上げます。この当顕彰寺の前身は鎌倉新会場と申しまして、この鎌倉新会場が建立されたのが大正2年のことだそうです。正式には大正4年に新会場としての設立認可をいただいたそうです。それから数えますと今年で105年の歴史を有しております。またどこのお寺も大本寺常泉寺も麻布にあった時代には関東大震災、そして先の大戦の空襲等によってですね、残念ながら廃人に帰したわけでございますけれども、この鎌倉の場合はちょうど横須賀が軍港ということで、当時新会場は今の横須賀線、総武本線の横須賀線の鉄道軌道そばにあったそうで、戦局がいよいよ悪化をして、その鉄道
ックの軌道そばにあった建物は一切撤去され、その中に集会所が実は入っていたわけですね。事実上、鎌倉の集会所はその時に消滅をしてしまいました。しかしながら、当時の担任師でありました横須賀新城寺の初代ご住職、萩原日銀商人によって、このご信者のお宅にこのご本尊をお移しになる。そこにこの初代、この天正寺の初代にあたります、私の祖父にもあたりますが、新人日清商人が蒲田の集会所からこの鎌倉へやって来られまして、この鎌倉の集会所の最後の担任師として、当時の上泉寺のお同士日清商人からご許可をいただいて、まあ、ご奉公させていただくようになった、まあ、こういうわけでございます。実は横須賀の萩原商人と、この日清商人は実の兄弟でございましてですね、そういうご因縁もあって、この日清商人が鎌倉でご奉公されるようになりました。戦後約2年後ですね、昭和22年の11月にこの場所を入手いたしまして、ここにご本尊を移しして、天正寺と事後交渉をしたわけでございます。それからいたしますと現在は73年と、まあ、こういうふうになるわけでございます。5年前に、この湘南地方の極通の発祥の100年の、記念をさせていただきました。そして3年前にはここの地に立って70年という仮説を迎えたものですから、いろいろな行事をさせていただいた次第でございます。よって本門仏中宗の中ではこの上泉寺門末が一番お寺を有しているわけでございますが、事実上そうした上泉寺門末の数ある末寺の中の実は天正寺は第1号、一番の息子で出られてございます。このことは案外上泉寺門下のお年方もご存知がないという、ことがございます。ややもするとこの天正寺は亜流だなんていうような人も出てきましてですね、なぜそんなこと言われるかというと、ちょっと変わったことばっかりやってる。先住私の師匠は、昭和57年お祖師様の700回ご恩期を記念してですね、一人、お祖師様はこの鎌倉から佐渡まで行かれた道のりを歩かれました。そして、京都へ向かうために一蔵商人がまたこの鎌倉から北陸地をたどって京都にお入りになった。その道のりをたどって約1200キロの、距離を一人で暗夜を出しましたですね。これを全七回忌の時に、その時に書かれた放送成績巡回記というものにしてまとめさせていただきました。その時もこの菅笠をかぶってですね、寒いで道を歩いたものですから、本門仏中宗の僧侶京武さんってあんまりそういうことしない。ですからそういう入れ出しからすると随分変わった人だな、こういうふうに言われる。その息子でその弟子でもありますから、私のやってることはどうも変わってるように見えるところなんですね。しかし、どうなんでしょうかね。実は最近変わったことといえば、先ほどお同士方にもご覧いただきましたが、樹木葬というこれも教家釈服の一環になるだろうと、こういうことでですね、実際この樹木葬を表目になった方からも、実はご信者になっている方もいらっしゃいます。隣のご縁の方もしっかりなんですけど、やはりお寺ですから、こういう墓地云々というものも整備していかなければならない。そしてより多くの人にやっぱり安心を得てもらいたい、まあ、こういうような観点ですね、まあ、このような展開をさせていただいているという
次第でございます。詳しくは先ほど申しましたようにお配りさせていただいたものをご覧いただければそのことがお分かりになるかと思いますが、どうぞ一つ今日は初めてお参詣をなされた方もいらっしゃると思います。先ほども申しましたようにいろいろなこのコロナウイルスの中を縫ってですね、今日は本当にお参詣をいただきましたことを住職として大変心より随喜をさせていただきます。一方、寺内のご信者方、そして今日の寺内のご奉公者の皆さん、それぞれ神明大惜しまずのご奉公をいただきまして、まあ、今日この日を迎えることができたわけでございます。特にこのご奉公者におかれましては、連日お寺に詰めてのご奉公、またはより安全に皆さんにお帰りいただくにはどうしたらいいか、いろいろと知恵を絞ってですねご報告いただいたわけでございます。本当に私住職としてもそういう、ご信者のご報告の姿を拝見して、胸が熱くなる、思いでございます。どうぞ一つ手狭なところでいろいろとご不便をおかけいたしましたが、それを機会にまたお見知りをいただきましてですね、それぞれ、この放送ご奉誕800年のご奉公、こういう中ではありますが、なんとかそのご恩に報い立てまつるご奉公をさせていただきとうございますので、どうぞ今後とも理解同心で信心増進、そして本日、道中安全災難除滅、無事ご帰参ご帰宅を記念申し上げましてですね、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。ただいまより、奉集音頭氏、名前、日人上人のご訪問を聴聞させていただきます。本門八本書見商業書伝本日決心南無妙蓮華経南無妙蓮華経宣言をなされましたので、その後こちらと
ためには、地方であるこちらの特徴をはじめ、お役所さん、お信者さんのご報告しっかりできていればこそ、住職もご報告ができるわけであります。どうぞ、なお一層いただきほしいで、ご報告していただいて、こちらのご住職が安心して、本幕のためにご報告していただけるようにお願いをする次第です。よろしくお願いを申し上げます。今頃声変わりでしたかなり遅いですけど、ちょっと聞きづらいかと思いますけれども、もう少し我慢をしていただきます。なんで午前の少しはマスクで顔が分からなかったと思います。覚えていただいて、直接事例また会うことがありましたら、声をかけていただければ。それでは、訪問をさせていただきます。ご教科に、新人に、濁りすませし、池水に、また、煩悩の土壌を沸かすな。信心に濁りすませし池水に、また煩悩の土壌を沸かすな。こちらは先ほどのご挨拶でも、海の見える大変景色も良いと、また鎌倉は観光地でありますし、町に出れば大変おいしいものがたくさんあるお店があるんだろうと思います。私は千葉県の佐原というところで育ちました。千葉県はこちらの景色と違って関東平野のお寺の周りは田んぼだらけということで、そんなところで育ちます。そうしますと土壌とか、そういううなぎとか、そういう川魚が取れるところでもあります。予約時の昔私のいたお寺は取り敷きがありますと、地雷で黒曜を作って、お参見した人に召し上がってもらうことを当時はしておりました。お弁当とお吸い物なんていうのはそんなハイカラなものはできません。味噌汁でその具は土壌が入っております。味噌汁ですから見えないです。吸ってもらって、あ、美味しいわとよそから来た方が喜んで、何の具かしら土壌一匹で入れてますから、ヒゲの、はい、出てる土壌を見てびっくりしてですね、わーっとその顔を楽しみにお経を作ってました。そんなことで、まあ、土壌というのは川の池の泥の中に身をうずめて静かにして、その時は水がきれいになってるわけですけども、餌を取ろうとか思う時はその泥がパパパパッと出てくるわけですね。その泥を跳ねのけて出てきますから、行けばあっという間に濁ってしまう。そういうことを土壌が池を汚くするというようなことを例えて、私たちの信心もそれと同じようにお題目を整えをして、心も体も清らかにお題目の恩恵を、すがすがしい気持ちにさせていただいて、また
ただ自分のことだけ考えるのではなく、人様のためにという尊い菩薩、心も お題目を唱えるおかげで、表にそういうものを出させていただいて、ご報告をさせていただいています。しかし、油断をして、お会計を2、3日あげなかった。お寺参詣をすることを送るがったりいたします。せっかくお題目で清められていた、その尊い菩薩の気持ちが、煩悩によってまたかき乱され、貪欲、心に愚痴という欲の心、争いの心、そして、愚痴の心、因果の道理は分からない愚痴の心、そういう心が出て、せっかく信心で清められた心をまた乱してしまうようなことになる。を信心に御子に住まわせし、ご信心のおかげで、尊いご信心のおかげで、清く正しくです、人様のためにという菩薩業、菩薩や仏の心が出ているのに、煩悩という土壌が動き出すと、またそれを汚してしまう。煩悩と示しですけれども、これは読んで字のごとく患い悩む心、あるいは患い悩ます心というふうに言いまして、この悩む心も悩ます心も皆自分自身の心、自分が悩むんだ、その煩悩から抜け出す、お会計を上げて清い心になったときは菩提、あるいは解脱というふうに言うわけであります。そういうことをこの仏教科ではまた煩悩の土壌を沸かすなというふうにお示しを下されているわけです。せっかくのご信心でお題目、清めたお互いの心の中の池に、また煩悩の土壌を沸かしてはなりません。信心というのは、毎日が改良であり、長くやったからいいというものではなく、長くやってて、毎日改良の思いを持って、お懺悔の思いを持って、信心をしているから、いつも素晴らしい心、人様のためになるようなご報告をさせていただこうという、そういう菩薩の心がいつも表に出てくるわけです。お教科の杉下のお書き入れを拝見しますと、海道上には、これは懺悔してご理性へ、月日たちて忘れ、また元の病になりたる心を読める歌なり、というふうにお示しで、懺悔して、今のご信心前ではまずいな、今少しコロナのせいにして、コロナだから仕方ないというのを言い訳にして、お会計が上がらなかったり、お寺参詣をサボっている。では、お坊様に申し訳ない。一つお懺悔して、一生懸命させていただこうと。そういうふうに、改良をする。それを、月日が経つとまた忘れて、元の病に、帰ってしまう。そういうことにならないように、注意をくださった。
そういう人たちに目を差し伸べなければ、誰がその人を幸せにできるんだ。そのためには、家でお会計をあげるときに、そういう人に巡り合ったお釈迦ができるように、そういう人にご信心を進めてあげる機会を作ってもらって、その人に幸せになってもらうように、というように、下宿先の発見、というような祈願をしっかり立てて、ご報告させていただければ、必ず、お父様のお力添えをいただいて、コロナの中でも、物流信者らしい生き方ができる、というように、